明日は週に一度のお休みなので、小樽からフェリーに乗り、新潟まで行こうかと思います。帰りもフェリーでと言いたいところですが、仕事に間に合わないので、帰りは飛行機。まずはこの快速エアポートに乗り、小樽チック港まで行こうと思います。今日はダウンを着て完全防備。寒そうですからね。この先天気がどうなるか不安になってきました。フェリーが遅れると帰りの飛行機に間に合わなくなりますからね。無理して階段を上がってきたので心臓がバクバクです。ここ小樽築港駅からはバスでフェリーターミナルまで行こうと思います。バスは駅前ロータリー一番乗り場から出るそうです。一番乗り場、一番乗り場、これがパルテ築港、多分これ違うの、わからん。あ、これだ。新日本海フェリー行き、3時52分。今44分。もうちょいです。今フェリー乗り場のすぐそばです。乗る前からめちゃくちゃ寒いです。風が強い。寒い。ここのバス停から乗ります。ああ寒い。ああ来た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 。これだ、新日本海フェリー行き来ました。めっちゃ空いてる。こうしてモバイルスイカも使えました。ここ JR の駅から小樽フェリーターミナルまでの運賃は大人240円で、所要時間は10分。ちなみに小樽駅の前からもこのバスに乗ることが可能で、所要時間は30分になりますが、運賃は同じ240円です。見えてきましたね。これから乗るフェリーです。フェリーターミナルに到着です。ありがとうございます。先に乗船手続きを済ませようと思います。運賃は事前にクレジットカードで支払い済みだったのですが、割引の対象になるそうで、5000円の返金と3000円分のクーポンをいただきました。船の前景を撮りたくて雪の中を歩いてます。これから乗船です。新日本海フェリーアザレア、めちゃくちゃでかい。後ろに見えてる飛行機でいうボーディングブリッジのようなところを通り乗船するそう。寒い。これがフェリーターミナルです。17時出航ですが、早めに乗船できるようです。上の方で乗船券を提示お願いいたします。真ん中は吹き抜け、
搭乗ゲートは向こうでしょうか。気をつけてどうぞ。ここが搭乗口のようです。わあ、めっちゃ長い。長い。ああ、めっちゃ長い。なんか。ああ、ちょっとこれから乗る船、アザレアです。僕の部屋は624号室。これのちょうど反対側のようです。テラス付きなのが嬉しい。ここから乗船するようです。こちらはフロントでしょうか。ここが4階で、中央部分は吹き抜けになってて開放感がありますね。では階段で上の階へ行ってみようかと思います。5階に上がってきました。売店がありますね。売店の営業時間はこのようになっていて、出港した後一旦閉店するようです。広いじゃん。広い。これがトイレです。あ、めちゃくちゃ綺麗。今回のお部屋タイプはデラックス A ツイン。エアコンのコントロールパネルはここに。お部屋の照明はここで調整できるようです。テレビはまあまあ大きい。冷蔵庫はここに。冷蔵庫は空っぽです。一応氷も作れるようになってる。この部屋にはテラスがついてました。あとはどうやって開けるのか。下にして
だ。わ、白い。わ、これは氷だ。雪、雪です。日は寒いって何回言ったのか。たった今船が出航したようです。エンジンの音が大きくなりました。ということで、16時間の船旅が始まりました。いただきます。うめえ。今のところ揺れは小さいようです。カーテンがゆっくりと揺れてますよね。冬の日本海は荒れてるイメージしかないので、この後どれだけ揺れるのかが気になります。新潟県で使える地域クーポン券を3枚もらいました。現在5時21分。まだ出港したばっかりなんで、小樽郊外、小樽カムイ岬をぐるっと回るようにして奥尻島の脇を通って、あ、これは舞鶴だ。これか、これだ。積丹半島、大島、ここを通って新潟に。先ほどユニットバスの紹介が少なすぎたので、もう少しだけ詳しくご紹介。これはコップ。ここに、あ、これ歯ブラシ、これ、あ、これはコンセント。そしてこっちは浴槽。めっちゃ綺麗っす。シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ。膝を曲げて入る感じですね。こんな感じです、まあ、そんなに広い浴槽ではない感じですね。上にバスタオルがあります。違う、テレビ。これ何型なのかな、大きさは。これ32型アクオス。で、あとはゴミ箱。燃やせるゴミ、燃やせないゴミ。再び冷蔵庫。さっき買ってきたビールが1本入ってます。冷えてる。まだ入ってます。トラックは150で、あ、意外と乗用車は入んないもんなんですね。 Wi-Fi は使えるみたいです。もちろん船内は禁煙。
コンセントが2つあります。この照明のスタンドのスイッチ、これか。いや暇です、やることがありません。夕食は18時からなので、もう少し飲みながら待とうと思います。18時半を過ぎたようなので、夕食を食べに行こうと思います。レストランは1つ下の階、5階にありました。おっと、船が揺れててまっすぐ歩くことができません。このタッチパネルを利用して注文するようです。このあとすぐに食堂のお姉さんが来て、お会計はこの場でクーポンを使い支払いました。瓶ビールなんて久しぶりに飲みます。いただきます。やっぱ瓶ビールはうまいな。わさび、醤油、ではホタテをいただきます。うん、うまいうまい。ちょっと口内炎が痛いけど、お刺身にビールは最高です。ビーフカレー美味しそう。スープもついてました。美味しくいただきました。札幌クラシックうまい。このあと朝の5時までの約4時間、猛烈な吐き気との戦いに。今回はここまでです。次回の後編もお楽しみに。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。